こんにちは。今日はですね、1月の2日ですけども、いよいよですね、明日1月6日から、まあ本格的にですね、2020年が始まるということで、明日からの1週間の相場展望についてお話をしていきたいと思います。ということでですね、年初、まあまだね、5日しか経ってないんですけども、いきなり結構ビッグニュースが飛び込んできましたよね。で、それがですよね、何かって言ったら、アメリカがイラクをですよね、空爆して、そしてですね、そこで、イランのスレイマニ司令官が殺害されてた革命防衛隊の、まあ、結構多分偉い人だと思うんですけども、が空爆によって亡くなったというニュースが飛び込んできました。イラン情勢がですよね、急激に悪化し始めたということですよね。で、これは以前からですね、僕動画の方でお話をしてるんですけども、もともと北朝鮮の話題がいろいろ出てた時期ありましたよね。キム・ジョンウォンのなんかこう首を取るみたいな。アメリカ軍がもう一気にですね、攻め込んで、キム・ジョンウンの首を取りに行くみたいな、そういうニュースが結構一時期出た時があったんですよね。で、さらに北朝鮮がミサイルを飛ばして、それが日本海のあたりにですね、こう落ちたみたいなとか、結構北朝鮮を意識させるニュースが多かった。で、結局、それに関しては、まあ、特にね、なんか、そんな大きなことは起こらずに、まあ、終わったわけですよね。フェードアウトしていった。で、今、北朝鮮と韓国っていうのは、まあ、統合の流れになっていってるっていうのは以前からお話をしています。で、北朝鮮の影が薄まったら次はどこにターゲットが行くかっていうと、中東ですっていうことを、前からお伝えをしていたんですね。まあ、これにはいろいろな、まあ、背景があるんですけども、やはりですよね、その中東と原油、やはりこれは深い関係があります。そしてアメリカはドルですよね。で、基軸通貨がドルなんですけども、やはりトランプは今アメリカファーストというふうに歌ってますよね。だからアメリカの経済力をとにかく高めたい。そして中国に対してできるだけ有利なポジションに行きたいっていうのは、まああると思うんですよね。で、その中で一つ、そのドルのパワーを上げるために原油価格を上げるのが一番手っ取り早いわけですよね。で、原油っていうのは今まだそのドルベースで、売買されてますので、その原油の価格が上がることによって、まあそのドルのね、必然的にドルのパワーも上がるというのは、これはあるんですよ。で、ドルのそのパワーの担保になっているのは、やはり原油っていうところはかなり大きいです。原油というのはドルで売買されている。よってドルの基軸通貨としての地位がある程度確立されているっていうところはあります。で、もう一個はやはりアメリカの軍事力ですよね。そういったバックボーンがあった上でのドルというところですよね。で、そこで中東でいろいろとまあ、いざこざを起こすことによって原油価格は上がっていきますよね。だからそれは多分狙いの一つとしてはあるんじゃないかなっていうふうに思います。そして、まあ、もともとその中東っていうのは、いろんな火種があるわけですよね。で、アメリカももちろんそこに深く関わっている。で、そこで、まあ、また何かしら、ね、爆弾を投じることによって、まあ、アメリカ軍がそこに出ていくことになったりとか、何かしら武力衝突が始まったりとかっていうことは、もしかしたら今後あり得るかもしれないんですけども、そうなった時に、やはり軍需産業っていうのが活性化していくわけですよね。そこでいろいろとその武器を使ったりとか、アメリカ軍が、まあ、現地に派遣されたりとかっていうことによって、アメリカ国内の経済っていうのは実は回っていくということが、まあ一つ、まあ言えるわけですよね。で、なるべくですよね、アメリカ国内の景気を良くしたいと、上げていきたいっていうのはあるとは思います。それ以外にも多分いろんな思惑はあるとは思うんですけども、まあ個人的にその二つは結構大きいんじゃないかなと思いますね。やはりドルの基軸通貨のパワーを上げておきたいっていうこと、そしてアメリカ国内の景気をなるべく高めておきたいっていうところですよね。まあそういう狙いがあって、まあそれはもちろん中国に対抗するためでもあると思うんですけども、今回のそのイラン情勢の急激な悪化というところはあるのかなと思ってますね。で、今後ね、やっぱりこのアメリカとイラン問題に関しては、日本の役割は結構大きいとは思うんですよね。で、やはり日本とイランっていうのは、結構いい関係をこれまで築いてきてますし、イランも親日国ですから、いかにそこで日本がその間に入ってうまく調整をしていくかっていう流れに、まあなっていくのかなと個人的には思ってます。で、年初ですよね、そういったニュースがバーンと飛び込んできたので、結構相場乱高下しましたね。まずドル円に関しては、一気に円高の方に行きましたね。ちょっとチャート見てみましょう。USDJPY ですね。はい、こんな感じで、円高の方にですね、まあ一気に動きました。うん。で、まあ、直近のレンジをこれ割ってるので、一応ブレイクアウト起こしてますね。日足レベルで一
旦ヘッド&ショルダーを形成はしたんですが、ここですね、こんな感じで、したんですけども、そこからですね、こっち円安に抜けきれなかった、抜けきれずに今落ちてきてますので、やはり直近ですね 106.50 あたり、ここはサポートとして一旦価格が目指していくポイントになるのかな、ターゲットですね、一旦の 106.50 っていうところが一つ大きな節目になってくるかなと思います。 106.50 から80ぐらいですね、この辺は節目ですね。まあだからここから円高が走るとしたら、一旦この辺を目指していくっていうところかなとは思ってますね。これ4時間足ですけども、まあ、ドル円に関してはいい戻し売りのポイントがあったんですけど、まあボリンジャーバンドにちょっとタッチしてなかった、逆張りからのトレンドフォローの形ではあるんだけど、でボリバンの緑にタッチしてないっていうところで、こういう時は 21EMA を入れておいたらいいですね。これはい 21EMA の21入れます。これでボリバンタッチしてなくても、あ、こっち 21MA もちょっとギリギリタッチしてないですけど、ボリバンのミドルタッチしてないからエントリーできないっていう人も多いと思うんですよね。で、そういう場合は 21MA のタッチでもいいです。で、詳しくはまあその逆張りからのトレンドフォローのエントリールールっていうのは、あのメルマガ登録していただくと具体的な解説動画が届くので、そっちを見てほしいんですけども、で、そこ確認してからのエントリーシングナルが出たらエントリーというところですよね。まああとはね、1時間とかだったらもしかしたら出てるのかもしれないですけど、あ、1時間だとこれタッチしてますね。1時間足を見ると見事に逆張りからのトレンドフォローはここで発生してますね。なのでまあここでエントリーできてたら 109.20、 もっとしたら 109.10 あたりでこれエントリーできてますね。逆張りからのトレンドフォローにのっとってここ捉えれてたら 109.10 で、今もう1円以上抜けてるという状態になります。非常にいいエントリーポイントですね。しかも直近のサポートを抜いて、そうサポレジ転換してからの逆張りからのトレンドフォローシグナルなんで、これは激アツのポイントですよね。こういうとこをね、取りに行けたら本当に一発でいい感じで取れるので、ここですね。はい。で、詳しくはぜひ動画を見て練習してもらえたらなと思います。話戻しますけども、円高の方に行ったっていうことですよね。やっぱ有事の円買いっていうのは相変わらず非常に強いなというふうに思いました。何かしらこういったまあリスクオンの流れが来た時に円が買われるんだなっていうことですね。はい。まあ、これは、去年から話してましたけども、もう中国情勢でもずっと円が買われてるので、なかなか円安に飛ばないっていう話はしてたかなと思います。で、このですね、イラン問題ですね、ちょっと詳しく見たいんですが、ちょっとニュースを見てみましょうか。で、今回ですね、イラクのバグダッドの国際空港で空爆が行われたみたいですよね。で、そこに、居合わせたスレイマニー司令官が、亡くなったと。いうことですよね。で、これに関しては一般的に日本で出てるニュースだと、この攻撃によってアメリカがいろんなところから非難されているというふうに書いてる場合が多いんですけども、その客観的に見たときに、例えば英語のサイトとかを見ていくとそうでもないっていうことなんですよ。国際世論全体が反米ではなく、あくまでもそのイランの味方ですよね。イラン側についてる、例えばシリアとか、あとはまあロシアとかですよね。あとはそのヒズボラっていう組織だったりとか、ハマスだったりとかですよね。あのあたりに関してはアメリカを非難してますよっていうことみたいなんですね。どうやらね。一応日本のサイトと英語のサイト両方チェックしてってるので、それを踏まえた上で言うと大体そんな感じなんですよ。今現状は。なので、それがじゃあ相場とどう関係するかっていうと、そこまでパニックにはなってないっていうことなんですよね。あんまりサプライズでドカーンと暴落みたいな感じではない。一応その下げてはいますし、 S&P500 もちょっと乱高下してますよね。はい、こんな感じでここ直近上がったり下がったりして、テクニカルが今機能してない動きをしてます。で、日経に関してもですよね、下げてきてますね。1000円以上高値から落ちてきている状況ではあります。で、これはやっぱ円高に一気にいったっていうのももちろん要因としてはあるんですけども、ただですね、VIX を見ると、はい、VIX のね、そんな反応してないんですよ。恐怖指数もそんなに跳ね上がってないんです。だからマーケット参加者からするとそんなに驚くことではないっていう感じです。まだそんなに影響は出ていないっていうことですね。で、今後やっぱり考えられるのは、まあ当然これはもうニュースで言われてますけども、イランの報復ですね。イランの報復が今後まあ行われるんじゃないか。そのメディアによっては、人によっては第5次中東戦争が始まるみたいなんですよね。
ことを言ってる人もいるんですけども、まあ仮にそういう風な流れになってきたら、もうちょっと相場も反応してくるのかなとは思いますね。わかんないですけどね。で、一応まあその報復っていう意味では、もうすでにイランですね、反応してます。これは1月5日、今日のニュースですけども、イラクのアメリカ大使館付近にロケット弾ということで、まあイランの親イラン派の組織が報復をしたというところですね。ただ、まだそのイランの革命防衛隊とアメリカ軍が衝突するみたいなところまでは行ってないですし、イランとしてそこまでできるのかっていうところは一つありますよね。引き続きトランプがどういう意図でそれをやっているのかとか、もろもろ含めて見ていかなきゃいけないんですけども、まあ現状はですね、ビックスはそんなに反応していないということが言えます。で、まあただ金はね、やっぱ上がってきてますね。金は相当強いです。で、もうちょい調整を待って言ってるんですけど、ロングを狙いたいんで、まあここのね、一旦ここで移動平均線まで来たので、これもね、ミドルバンドまで来てない時ね、ボリバンの21期間移動平均線をこういう時はね、同時に乗せとくと、どっちかのタッチで行ったらいいってことなんですよね、これは。で、ボリバンタッチしてない時、大体 EMA をタッチしてる場合が非常に多いんですよ。 EMA の21です。ここはね、ちょっとタッチしてないんですけどね、タッチしてる場合は結構多いですね。うん、ここで変えたらベストだったんですけども、まあとにかく価格が移動平均線まで近づいてくるっていうことが非常に重要ですね。で、タッチでできたらまあ理想ですけども、まあでもタッチしてなかった時もこういうところでロングしに行って、このレンジ帯下切ってきたらもうロスカットっていう風にやったら非常に近い距離で戦える。で、金はこのまま行くと、もう直近高値を超えていきそうな勢いなので、もしかしたら押しが来ないかもしれないですが、まあでもちょっと押したら買いたいですね、金は引き続き。はい、ということで、やはりまあビットコインもね、今ちょっと上がってきてますけど、ビットコインも一応見ておきましょうか。ビットコインも今リバースヘッド&ショルダーを作って、今上がってきてるので、ここのトレンドラインですね、ここを突破できるかどうかの一つ、これは注目です。ここから上げてきたら強いですね、これはかなり。なので今結構注目した方がいい価格帯かなと思ってます。ここから上げてくるかどうかですね。金もまあ今引き続き強いと、はい、いうことですね。で、円も強いですね。はい、有事の円買い来てますということです。はい、で、この前提を踏まえた上で、やはりですね、僕は2020年に、まあ、おすすめのトレード戦略っていう動画を数日前にアップしてるんですよ。2020年爆撃を生むトレード戦略みたいな。で、そこでどういう話をしてるかっていうと、2020年っていうのは基本的にはアップトレンドですよって。アップトレンドなんですけど、まさにこの年初みたいな突発的な国際情勢のニュースが飛び込んでくる。そしてその時に、今回はまあ、ゆっくり下がっていったんですけど、これが例えば土日とかにこういうニュースが出た時に、月曜日にギャップダウンで始まったりする場合が多いんですよ。で、そのギャップダウンした後に冷静になった時に、あれ、なんかそんなに大したことないよねってなったら埋まるんですね、そのギャップって。で、そこを今年は結構狙いに行きたい、狙い目なんですよ、そこって。で、2019年よりも多分国際情勢って結構激しくなってくるので、中国の問題、そして中東の問題も出てきたので、結構予測できないようなことがバーンって起きたりします。で、多分トランプも意図してそういうことをやってくるので、その時にマーケットはびっくりしてギャップダウンします。で、ギャップダウンした時に、そこのギャップを埋めに行く戦略を持ってると今年は強いんですよ、かなり。なぜかっていうと、前提の基調がアップトレンドだからです。なので、みんなが冷静になってギャップを埋めに行くところを取りに行けたら、かなり有利に今年は戦えるんじゃないかなっていうのを話してるんですね、数日前に。そして実際にまあイランであんなことが起きたと。国に関しても多分いろんなニュースは出てくるでしょうし、それでまあサプライズで相場は結構動くことは増えてくると思います。なので、しっかりと準備をしていくっていうことと、あとは逆張りからのトレンドフォローも結構狙えるね、局面は増えてくると思いますね。で、例えば直近で言ったらね、年末ずっと上げてた王子なんかに関してもちょっと下げてきてる感じなんですよ。で、こういうのも、まあ、これは4時間なんですけど、まあ日足で見た時にこんな感じですよね。まあアップトレンドですね、直近アップトレンドではあります。ただこれで長期で見た時に明らかに下落圧力が強い場合で、これは週足ですけども、まあ週足で見たらまだ弱いですよね。一旦横ばいに動きがなったっていうぐらいです。なので、再びここから下落の流れが来る可能性もあるんですけども、そういう時に逆張りからのトレンドフォローをどんどん狙っていきたいところです。で、ちょっと4時間足に戻しますけども、こんな感じですね。で、ここからまあやっぱこうちょっと揉んで、ちょっと上げて、で、ここミドルバンドがと
か21期間移動平均線がこう来るからのこう、こういう動きを取りに行きたいところですね、これは。で、これね、ユーロドルも同じような形になってるんですよ。ユーロドルも同じような形になってます。そしてポンドも同じような形ですね。で、ここからこうで、また少しここで揉んで若干戻しつつ、またこうですね。こういう動きを取りに行くチャンスが結構来るんじゃないかなと思います。うん。で、金に関してもね、ずっと開けっぱなしっていうのは基本的にありえないので、どこかで一旦また売りの調整が入ってくるんですけども、そういうところでも逆張りからのトレンドフォローっていうのは狙っていきたいところですね。ということで、引き続きイラン情勢っていうのはまあちゃんと注視していった方がいいっていうのと、今年2020年はそういった突発的なニュースによるギャップダウンっていうのが発生したら大きなチャンスです。で、その時にこの前のその2020年爆益を上げるためのトレード戦略の動画を見てもらって、あの方法でギャップを埋めに行くトレードをぜひ狙ってみてほしいなと思います。あとは逆張りからのトレンドフォロー、そしてまあ通常のブレイクアウトからの第2波とかを狙っていったらもう十分今年は、取れる相場来ると思います。はい。ということでですね、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。はい。で、あとですね、メルマガの方では、一応ね、その YouTube の方でいろいろトレードの話をいっぱいしてますし、それだけでもトレードかなり上達したりとか、利益が出るようになったりとかっていう声もたくさんもらってるんですけども、メルマガの方では、ちょっとね、なかなか動画とか表ではちょっと言えないような、そのトレードの上達法だったりとか、メンタルを鍛える方法だったりとか、いろいろ書いてるので、そっちをね、ちょっとぜひ見てほしいなと思います。メルマガで読んでもらえたらなと思います。そっちがね、実はかなり重要なので、もちろん YouTube でもできる限り話はしてるんですけども、どうしてもね、動画だとなかなか伝わらなかったりとか、こう、クローザーのところでしか言えないこともあったりするので、そういうのは全部メルマガでお伝えしてますので、ぜひね、読んでそっちも合わせてトレード最速で上達していってもらえたらと思います。はい。ということで、またチャンネル登録とですね、高評価の方をぜひお願いします。メルマガの方はですね、この画面のどこから登録ボタンが今出てると思いますので、そこから登録して早速読んでみてください。今年、戦うための武器というのをね、ぜひ磨き上げてもらえたらと思います。